皆さん、こんにちは。CNN からです。重装備の外国軍隊がウクライナ国境に向かって進軍する。偵察機が上空を飛ぶ。ギハタ、作戦の噂が飛び交う。もしあなたがモスクワで国営テレビを見ていたら、兵隊や戦車、鉄条網を狙いを定める狙撃手の映像を見るだろう。だがそれは攻撃の準備を整えたロシア軍ではない。北大西洋条約機構、NATO。 の軍だロシアから見る鏡写しのようなウクライナ情勢にようこそ、同国のメディアが見せる別の風景では、NATO 軍は何年も取り組んできた計画を実行しようとしている、ロシアを封じ込め、プーチン大統領を倒し、ロシアのエネルギー資源を乗っ取る計画だ、モスクワ側のあらゆるニュースやトーク番組で繰り返される見方では。 ウクライナは米国という人形使いに操られた失敗国家だ。欧州はワシントンからの命令を聞くテッド犬からなる弱く分断された集団だ。恐ろしい脅威である米国でさえ政治的分断や人種問題で引き裂かれた弱い分断国家となる。だが待ってほしい。こうした国々が脅威であると同時に弱いということはありえるのだろうか。 これはロシア政府のプロパガンダが抱える難問の一つだ。だが、彼らが求めているのは、それについて考えをめぐらせることではない。視聴者の血圧を上げて、懸念を大幅に高めることだ。ロシア国営テレビの政治ニュースの看板番組、ベスティネデリの司会者ドミトリー・キセリョフ氏は23日の番組冒頭で、彼らはクレムリンからの平和的な構想に、 回答する代わりに我々を避難と新たな威嚇で葬り去った。と述べた。ロシアでは欧州と米国または NATO の間の不和をほのめかすものは何でもトップニュースになる。キセリョフ氏の番組ではドイツ海軍総監の発言がトップニュースの一つに上がった。総監はプーチン氏は尊重に値する人物でロシアが併合したウクライナ領のクリミア半島は永遠に戻ってこない。 と発言。番組では総監が辞任に追い込まれたと満足げに言及してこのニュースを終えたウクライナは今のところ全面的な侵攻に巻き込まれていないかもしれないがロシアメディアの中ではすでに言葉の全面戦争が起きている米政府の声明は情報省からのコメントとして切り捨てられロシア大統領府のテスコフ報道官は米国を情報ヒステリー嘘、フェイク と批判するフェイクという言葉は今やロシアの言葉になった。発音は英語とほとんど同じだ。ロシア国営テレビに映し出される地図には、NATO 軍に囲まれたベラルーシが示されている。これは西側メディアの報道で見られる。参謀をロシア軍に囲まれたウクライナの地図にそっくりだ。ロシアによるウクライナ攻撃の可能性に対する非難は、半分神話のようなロシアの脅威、や、 アングロサクソンによるロシア嫌いとして切り捨てられる、鏡写しのプロパガンダの印象的な1コマでは、コメフニュースのタッカー・カールソン氏のコメントを翻訳好きでロシアのテレビが取り上げた、同氏の発言は反なと、ハン・バイデン米大統領の内容で、ロシア政府の方針に沿うものとなっている、キセリョフ氏の番組ゲストは、彼はあなたの番組に出るべきだ、と語った。 国のこうしたメディア戦略は、効果が出ているように見える、非政府系の世論社会学的調査機関のレバダセンターが、12月に行った調査によると、緊張が高まっているのは米国や NATO のせいだと答えた人が、回答者の半数に上った、ロシアが原因と答えた人は、わずか3、4%だった。 ウクライナの危機がロシアとウクライナの戦争へと発展しないと考える人は半数をわずかに超え、戦争が不可避、非常に可能性が高い、と答えた人は39%だった。ロシアと NATO の間で戦争が起きる可能性があると考える人は4分の1だった。レバダセンターが行った別の世論調査によると、 ロシアと NATO の関係が著しく悪化していると答えた人は56%で、ウクライナでの紛争が始まった2014年以降最も高い結果となった世界大戦の勃発を懸念する人も56%いた。ロシア情勢に関するオンラインメディア、リドルが実施したフォーカスグループの手法による調査によると、多くのロシア人は、 自分たちが西側によって戦争に引きずり込まれようとしているとの認識でいる。ある回答者は、ロシアは対応しなければならない。中略。我々は全方面から挟まれ。彼らは我々に噛みついてくる。我々は何をするべきか。幸福か。と語った。一等、レバダセンターの調査担当者は、 ロシアの人々が主要メディアから流れてくるウクライナの話題に精神的に疲れていると指摘するその結果視聴者はニュースを分析せずテレビ番組の司会者の発言を再チェックしたりすることもないもちろんロシアメディアの風景も変わりつつあり若い世代は情報を得ようとインターネットにアクセスするだがロシアの主流以外の報道機関は閉鎖されるか 隅に追いやられている状況で、ロシア政府の主張するもう一つの現実が、電波を支配している。いかがでしたか本日はここまで、最後までご視聴ありがとうございました。